はい、こんにちは。今日はトレモロの話をしたいと思います。トレモロで波長調の、スケールを弾きます。トレモロでちゃんと弾く方法を説明しますので、まずダウンとアップの動画を見てください。こうね、まずゆっくり、ダウンからアップ、速さをね毎回揃えてくださいね。同じ速さでね、そして、2回連続です。2回続きですね。で次は少し速くします。これも速さを毎回ね揃えてくださいね。そして2回続き、でもう少し速くしますね。これも速さを揃えていくことです。っていう風に、これ案外難しいですね。早いなら早い、遅いなら遅いで速さを揃えると。で、適当にダウンアップしてしまうと絶対揃いませんので、速さを揃えるためにはよく聞くいうことやね。ダウンで自分で弾いた音をよく聞く。で、マンドリンは弦を弾いてから音が鳴り始めるので、まあどちらかというと弾く瞬間っていうのはどうでもよくて、弾いてからやね、音が鳴り始めてからの音をよく聞くと。そして、早いなら、早いなりに短く、ゆっくりならゆっくりなりに長く伸ばすね。音が十分伸びたのを確認してから次のアップを弾けばいいと思います。でアップを弾くのはもうほとんど準備しなくてもいつでも鳴らせると思いますので、音をとにかく音を聞くと、音さえ聞いてればちゃんとできますので、頑張ってください。はい、それでは次の話です。数字の234、234が数えれたらできます。まずダウンで2回、ダウンで3回、ダウンで4回で、それぞれを、2振り、3振り、4振り、こういうことです。ちょっと動画を見てください。まず2振り、そしてこうね、で次は3振り、はい、次です4振り、ということですね。速さはまあまあそこそこでいいです。トレモロに近い速さでいきますので、まあまあ楽な速さで、タータータータぐらいで全然結構ですので、その速さに応じたアップを入れてくださいね。2振りだったらダウンを2回引いて、でそれぞれの後ろに同じ速さでアップを入れると。3振りだったらダウンで3回まず引いて、その速さを変えずにアップを入れる。4振りだったらダウンを4回引いて、でその速さを変えずにアップを入れると。234だけで結構ですよ。もう567とかはもう数え、こんなん長いのは数えても意味ないので、234を、引き分けできるようにしてください。はい、それでは波長調のスケール弾いてみたいと思います。見てもらう方が早いと思います。まず、ダウンで4回ずつ、速さを変えずにアップを入れます。はい、次は3回ずつ行ってます。はい、次は2回ずつです。はい、これを次はトレモロの速さで、同じ速さね、速さを変えずに、はい、次は3回です。はい、次は2回です。というふうに言ってくださいね。ダウンの、数やね、ダウンの数を基準に、2振り、3振り、4振りで、同じ振りずつ、同じ1個ずつのそれぞれの音符がね弾ければね、同じ長さ同じ強さで弾くことができますので、まあこれが基本ですよ。はい
はい、今日はトレモロで、波長調のスケールを弾くことの説明をしました。あのポイントはね、やっぱりよく音を聞くいうことやね。あの音をやっぱり聞かないと、そもそもトレモロに行く前の、ダウンアップが、均等に揃いませんので、音をよく聞いて、ダウンとアップの長さを揃えて、ちゃんと弾くということ。そしてもう一つは、ダウンの音を聞くいうことね。トレモロになった時にはあのダウンの音をよく聞いて、ダウンの音が、2振り、3振り、4振り、3種類ね。ダウン2回分、ダウン3回分、ダウン4回分の、弾き分けやね。この長さの弾き分け、使い分けが、できるといいんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。